BMW V12 LMR は1999年のルマン24時間レース参戦用に BMW とウィリアム前年の BMW V12 LM が十分な成績を収めることができなかった BMW ウィリアムズ陣営は1999年に向けて徹底的にマシンを改良した。前年まで GT とは名ばかりの GT1 は LMGTP という名称で新たにプロトタイプに組み入れられ、プロトタイプはオープンボディの LMP とクローズドボディの LMGTP の2種類が存在することになった。燃料タンクが90リットルに、最低車重も 900kg に統一された。それまで GT1 に認められていた ABS やトラクションコントロールは LMGTP では LMP に合わせ禁止となり、逆に LMP は後端にディフューザーの装備が許された。ただエンジン出力に関しては LMGTP の方がエアリストリクター小道に関して LMP より若干優遇され 50PS ほど高く認められていた。コックピットこの年は、クローズドの LMGTP が、メルセデス、トヨタ自動車、アウディ、オープンの LMP が、BMW のほか、日産自動車、そして、アウディは、オープンクローズドの両面作戦に出た。V12 LMR は、運転席部分だけに設けられる、シングルフープロールバーを採用した、最初のスポーツプロトタイプカーであり、このアイデアは、後のアウディ R8 シリーズ4やドーム S101、ダラーラ SP1 などにも影響を与えている。ただし、後に ACO は助手席側にもロールバーを設けることを義務付けた。デビュー戦はアメリカンルマンシリーズ開幕戦のセブリング12時間。ポール・ツーウィンの干渉でデビュー戦を飾った。ルマンの予備予選には3台を持ち込んだが、本番は2台体制。3位。6位で予選を通過した。レース前はトヨタ TS020 が本命視され、予想通りポールポジションを獲得したが、レース本番では相次ぐトラブルで日本人組の1台のみになり、朝を迎えた時点では V12LMR の1から2体制が出来上がっていた。その後トラブルで1台を失うも、トヨタの猛追を振り切り、BMW 単独としては初のルマン制覇を達成した。ルマン後はアムズに参戦し3勝を挙げている。翌2000年は BMW とウィリアムズは下位にリソースを集中するためルマン参加を回避した。ただしアムズにはシリーズ参戦し2勝を挙げている。この年のアムズは北米を飛び出しシルバーストン、ニュルブルクリンク、アデレードでも開催し BMW のほかアウディ、GM も参戦する。事実上の世界選手権と言えるシリーズであった。この年をもって BMW のスポーツカー活動は終了している。ルマン以来なる草レースの全記録に減車。ありがとうございます。